億万長者合宿レイジをご覧の皆様、第409話、僕が MLM をやらない理由って書いてますけども、音声が全く入ってないんで何言ってるのか分かんないですね。要するに言葉もないってことですよね。 MLM については言葉もないよという形でございます。にしても21人も見てらっしゃるっていうことは、ここから何を受け取ったのかなと思っちゃうんですけども、やっぱりね、こうエスパーなんですかね、これ音声がなくても聞き取れてしまうというね、鉄腕アトムみたいな超能力があるのかもしれませんが、 MLM ね、やっぱりビジネスっていろんな形態があって、フランチャイズとかもありますよね、ですので私が言うんだったら、こう私がフランチャイズをやらない理由みたいなことで動画も作れちゃうんですけども、ただ今日この瞬間やらないよと思ってるだけで、もしかしたらね、進化した MLM とか進化したフランチャイズみたいな感じで、ものすごくリスクが少なくって多くの方に納得感がある、そういった進化した MLM なりフランチャイズビジネスができるかもしれないですよね。要するにどんなビジネス形態も自分が扱えるか扱えないかってところに来るわけなんですよ。でアフィリエイトなんて絶対やらないよって方もいらっしゃいますし、転売なんて絶対とんでもないとかね、それからコンテンツ販売なんてそんな詐欺みたいなのやめとけっていういろんな価値観がありますからね、まあ、ですのでそのうちの一つとして僕が MLM をやらない理由っていうのもね、まあ真っ当な意見だと思います。まあ、これに対してね、それはおかしいよお前っていうのはちょっとお門違いで、一人一人違う考え方があって、自分が思う方法でやっぱり生きていくのかなと思いますしね。ただ言えることは、それをやって不幸になっちゃったり、あんまりビジネスとして成り立っていないようだったら早めに撤退してね、修正を加えるか、それとも別の方向に行った方がいいのかなと思っちゃいますけども、僕が YouTuber をやらない理由みたいなね、こんな動画を作る人もいるかもしれませんよね。皆さんはどんなビジネスをお求めでしょうか。それではいってらっしゃい。